が15歳7ヶ月で、陰毛が14歳2ヶ月ということで、長板軸 100% 確定ですね。成長線が閉じるポイントとしては、指の先から閉じてる。身長ビヨン、石垣博士、整形が専門医、身長先生ことためです。ってことで、身長先生聞けの37番目後半になりますね。後半もですね、5人のね、方のお答えしていきたいと思います。皆様ですね、身長に関する疑問がありましたら、コメント欄の方に記載お願いします。無料最終身長速の方もね、ぜひコメント欄の方に記載お願いします。ピックアップしながら答えていきたいと思います。それでは行きますよ、後半戦。どうぞ。はい、じゃあそしたらですね、後半戦もね、頑張っていきたいと思います。チギダルさんってことで、最終身長速お願いします。ということで、12歳5ヶ月から16歳2ヶ月のデータいただいてます。直近のデータ172.3cm。お父様が173.6cm。お母様170cm。お母様高いですね。声刈りが15歳7ヶ月から、陰毛が14歳2ヶ月から、脇毛が14歳8ヶ月から、口ひげが生え始めは14歳から、濃くなってきたら16歳4ヶ月、顎ひげ16歳4ヶ月。で14歳の頃は昼夜が逆転した生活を送っていました。運動は週に2回5キロほど走っています。目標身長は177センチですということですね。この方の最終身長を一緒に予測していきたいと思います。今回もね、ちょっと後半戦なのでもう一回改めてお伝えしていきたいと思うんだけども、実際にね、来ていただくと表を使いながら皆さんとですね、最終身長を予測していくわけなんですけど、じゃあどういう風に最終身長を予測していくかね、もう一回振り返っていきましょう。まずね、身長を予測するときはね、現在の身長、今日の身長ということで、そこからまず平均的に伸びてどうなるのかなって検討するんですよ。で、それに対してそれが正しいのかどうかっていうのを2番目以降検討するということで、過去の身長だったり、レントゲン検査だったり、思春期症状だったり、あとご両親の身長とかですね、そういったのを踏まえて予測を立てます。採血結果はですね、後日出ませんので、その採血結果が正しいのかどうかっていうのを見ていくような本来の受診ではやっていくわけなんですけども、それをね、 YouTube ですね、簡易的にやっていくってことになります。じゃあそれですね、まず直近のデータここになりますね。ここだけちょっと黒く凝ってしまいますよ。まず仮になんですけども、日本人の平均的に身長伸びデータはどうなるかなって検討するわけになりますね。このシートはですね、成長シートっていうふうに言いまして、日本人の平均的な身長伸び表にしたものになります。このシートの欲しい人はですね、LINE の方に成長シート希望というふうに送っていただければ送りますので、A4 だと小さくて分かりにくいので、A3 でやっていただくといいと思いますよ。日本人の平均的に伸びていくと、ね、173.6 から 174.5 のベースにいらっしゃるということが分かります。ただし、これは平均のデータになるので、平均の伸び率が高いかもしれないし、低いかもしれないということで、次ですね、どういったタイプなのかっていうのを検討していくような形になります。当然なんですけどね、今日の身長に対して、今までの身長どうだったかなって、ここで見ていきたいと思います。マクロからこうやってぐーっと見ていきます。こうやって見てみるとですね、明らかにこう右側にシフトしてるってところがあります。ここにわずかにですね、こっち側に行ったような形跡があるわけなんですね。いろんなパターンが考えられるってことになります。じゃあ具体的にどういったパターンが考えられるか見ていきましょう。例えばこういったパターン、もしくはこういったようなパターン、もしくはこういったようなパターンってことで、まあ例えばですけど、ABC なんていうふうにですね、まあ仮説を立ててみたいと思います。じゃあこれらが成り立つのかどうかってところですね、ちょっと見ていきたいと思います。A、これで存在ほとんどしないと思います。A のカーブっていうのは理論値としては期待したくて、もちろんね、そういった方も世の中いらっしゃると思うんだけど、私もたくさん見てるんだけど、明らかにこういったカーブって少ない。なのでこれはあんまりないかなと。いや、それに対して次 B ってことで、これもなくはないです。B が成り立つ場合っていうのは、どっちかというとこんな感じかな、こんな感じ。こういう風に微妙な膨らみがあることが多い。これはちょい半熟みたいな感じですね。次これ C、これも全然ある。ってことで B も C もあり得るんだよね。これ見るとね、これはどっちかというと半熟として考えると正しいと思う。ですので今回は小学生の時のデータを引っ張り出してきていただいてですね、どこら辺にあったのか、ぜひね、私に教えていただきたいと思います。おそらくこういったようなね、感じなんじゃないかなと思うけどな、こういう感じがね、すごくイメージが私としては湧きます。さらになんですけども、この方の場合だと声変わりが15歳7ヶ月で、陰毛が14歳2ヶ月ということで、長板軸 100% 確定ですね。確定した中で、早熟の場合もそうなんだけども、凸を描いた時のこのピークの値ってすごい大事なんだよね。ピークからこうやって見てみると非常に直線的ですよ、成長してるっていうのがここでも十分分かっていただけた。それでね、遺伝身長の方を計算しますよ。お父様が 173.6、 お母様170ってことで、お父様の身長足すお母様の身長足す 13÷2 がですね、男性の遺伝身長。女性であればですよ、お父様の身長足すお母様の身長引く 13÷2 なわけなんですけども、今回の遺伝身長 178.3 に向かっている。もう何の矛盾も感じない。この方の目標身長177ってことなんだけども、十分達成可能。今回こういうパターンだと、ほぼ間違いなく平均的に遺伝身長よりもこっち側に行くことが大きく期待できますし、1年以上の半熟が期待できる。そういったようなグラフになってくると思います。仮にじゃあ1年分半熟で計算してみると、1年分半熟って大体ここら辺になるんだな。だここら辺はもうほぼ確定的にいけるんじゃないかな。データからいくと1年以上で半熟な印象もありますね。このカーブはこのカーブのままで、これで一応18歳で最終身長を迎えた表になるわけなんですけども、さらにもうちょっとね、19歳ぐらい伸びれば十分こういったですね、身長も獲得できると思いますけど、いかがでしょうか。当然ね、レントゲンや採血、この後より一層正確にね、予想できると思います。はい、次ですね、心の音とか言ってね、なんて読むのかわかんないですけど、心の音さん、チャンネル登録しています。毎日楽しみにしています。身長速お願いします。ということで、11歳7ヶ月から
15歳8ヶ月のデータいただいてます。父様が188センチ、お母様160センチ、比較的高い。お兄さんは182センチということで、陰毛が12歳、脇が13から14歳、顎ひげまだ目立たないと。15歳になってから1センチぐらいしか伸びてないんですけど、亜鉛飲んだりストレッチしたら2ヶ月ぐらい2センチ伸びました。あとどれくらい伸びると思いますかってことですね。ということで今回ねデータまず見ていきたいと思います。まずは平均的に身長が伸びていくと 171.9 から 172.8 のペースにいらっしゃるってことになりますけども、こうやって見てみると結構ねまとまりがいいタイプってことになりますね。こういう風に来るわけでもなくて、こういう風に来るわけでもなくて、比較的まとまりがいい標準的な身長伸びをしているというわけになりますので、この方も当然ここのデータが大事になります。例えばなんですけども、ここがプラス 2SD で、ここがマイナス 2SD なので、ここがクラスで一番身長が高い人、ここがクラスで一番身長が低い人ぐらいのデータなんだけども、クラスでほんのちょっとだけ身長が高いようなところはずっと推移してたような記録があれば、こういった方のパターンだともうほとんどね真下に折れるということが予想されますので、 171.9 から 172.8 非常に予測値としては適切になってくるわけになります。それに対してですけども、陰毛が12歳、脇が13から14歳というところで、まあ、この点から見てもね半熟っていうような感じじゃなくて、くごくこっちに行くっていう印象はあんまりなさそうかなってですね。ただ、ね、お父様とですね、お母様身長化するともうちょっと高いところを期待したいってところですけども、今回に関してですね、最初のデータ、ここら辺がまあ妥当なラインでしょうってところ1点と、ただね、お父様お母様の方が高いですね、こっち側に行く可能性がないわけではないと思います。15歳になってからですね、今1センチ程度しか伸びてない条件なんですけど、直近のデータでまたいつも通り計算してみましょう。14歳と7ヶ月、167.2 で、まあ、15歳8ヶ月で、170ちょいと、まあ、0.2 と加えてみましょうか。プラス3センチってところがね、この1年間になりますので、じゃあ次が 1.5 センチ、その次は 0.75 センチ、まあその次は 0.3 ぐらいかな、まあ、ここでまあ例えばまあ 1.0、 そうするとここでプラス 2.5 センチぐらいは伸びてもいいかもしれないという評価になりますよね。先ほどの表に当てはめていいですよね。今の身長170ちょいで 2.5 足すとなりますでしょうかね。こういったところですよね。最初お伝えしたデータというのは非常に濃厚だってことなので、私のね今日付けの予測でお伝えするとすれば、ここら辺が予測の、ね、値としては適切というふうに考えると思いますけど、いかがでしょうか。はい、じゃあ次ですね。日本原産オオクワガタさん。身長予測お願いします。15歳6ヶ月172センチですということで、11歳8ヶ月からですね、データいただいてますね。声変わりは13歳10ヶ月程度。お父様165.5、お母様157.8ということで、身長168.15ですね。母方の祖父が少し大きく165。父方のおばあ様164。祖父の方は169の171ということで、家系でですね、母方の祖父とよく似ていて、覚醒遺伝じゃないとよく言われます。体型も似ていて177を目指していると。去年の12月病院に行って、エントリーを取って成長線は閉じかけていくから伸びても3センチぐらいと言われました。ショックでしたと。あと成長線が閉じていくのはどこからですか。ちょっと今これだけ説明しようかな。成長線が閉じるポイントとしては、指の先から閉じてる。ここ最終的にここが頭骨ってところですね。ここが閉じていくわけですね。最終的にここがどれくらい閉じてるかっていうところでポイントを見ていく。ただここが閉じてくる時期になってくると、もう身長のカーブを曲げるのがだんだん難しくなってくるわけですね。まあ、厳密に言うとですね、ここの頭骨の部分が閉じる前に中手骨ってところを閉じるんだけど、その中で5番目の骨が一番最後に閉じていくので、そこも結構チェックポイントとしてよく見ますね。上半身の方が後から成長線がなくなると言われたら少し疑問を持っています。ってことはじゃあどこの骨端線みたいなのかな。それもちょっと難しいですね。大脚で猫背です。髭は薄かった時からずっと剃ってたわからないですが、亜鉛を飲んだり馬力の上がるスポーツ選手用のサプリ飲んだりして毎日運動しても野球をしていて母子家庭なので恩返しできるように頑張りと伸びてほしいと考えていますってことですね。じゃあデータの方を見ていきたいと思います。まずはね、平均的に身長伸びてたらどうなるかね、一緒に検討していきましょう。平均的に伸びていくと 174.5 から 175.4 センチってところになりますね。これに対してね、過去の身長見てみましょう。これちょっと何とも言えないね、このグラフね、ここで折り返してるっていうような感じになりますね。声変わりが13歳10ヶ月か、だいたいここら辺かな。声変わりそうなってくると思春期が始まったのはおそらくここら辺ですよね。陰毛が生えたのは11歳11ヶ月こうやって考えると、もうちょっと早いね、思春期が始まったのはおそらくここら辺でスタートですね。そうするとこれはどちらかというと、ここのカーブがこういうカーブ、これはちょっとそのクエスチョンだな。どちらかというと本当に正しいのかなってところは一点になってくると思いますので、どちらかというと、まあ、遺伝子身長を踏まえるとこういったカーブの方がナチュラルな印象になっていきます。それに対して仮3センチだとしますよ、ここにあるわけですね。それもあながち間違ってなさそうだな。15歳6ヶ月のレントゲンだと思うんです。さっきの手のレントゲンで言うとここら辺全部閉じてるんですよ、もうね。ここで頭骨の部分だけね、そこだけちょっと残ってる時期になってきます。
採血とかも重要になってくるかなっていうポイントになってくると思いますので、仮になんですけども ALP の数字がですけども225以上あればこっち側に行くでしょうってところですし、175未満低評価だとまあこういったところですね。仮にですけど200後半ね、そういった数字が叩き出せていけばこっち側の170とかこっちの方もあるのかなとか、そういったところの予測値になってくるかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね、ココナ M さん、こんにちは。いつも先生の動画見て勉強しています。息子の身長低いので通院していますが、ぜひ先生のご意見も聞かせていただきたい。6歳3ヶ月から12歳2ヶ月のデータいただいてて、お父様が174センチ、お母様 158.5 センチ、骨年齢は半年ほど若いです。睾丸の大きさが思春期に入っていると言われました。肛門は160センチ到達しないかもと言われ、プリモバランを2錠飲むようになりました。本当に160センチで止まってしまうのでしょうか、先生のご意見をお聞かせくださいということですね。まずね、これのポイントとしては、プリモボランはいつから飲んでるんでしょうか。あと160センチになるということなんですけども、どのタイミングでそれを言われたかっていうところもすごく大事になりますね。まず最初のポイントとして、なんでこの先生が160センチで止まるかって言ったかっていうと、睾丸の大きさを見て春期に入ってるかどうかをもちろんね、検証するっていうのは正しいと思ってます。間違いなく小児科の先生で、特にですけど春期が早い場合に思春期早発症って判断になった場合は160センチ未満程度ですね、落ち着くことが多いので、それをもとにそういう風なお話だったと思います。今回が病的に早かったっていうような判断だったのかな。骨の年齢は半年ほど若いってところなので、こっからですね、急速に骨年齢が実年齢を追い越していくっていう計算にもなってくると思いますので、そこら辺がどういう感じなんだろうなっていうふうに思います。あとはそのプリモバラン2錠ってことなんですけども、テストステロン値がいくつに対して2錠飲んでらっしゃるのか、そして実際飲んでどれくらいの性数値まで下がっているのか、あとですね、そのプリモバランっていう薬がですね、どれくらいの期待値を持って飲まれているのかっていうところもね、かなり気になると思います。ちょっといつも通り、ね、予測していきたいと思います。まずはですね、現状の身長で実際2ヶ月かな、146センチですので、平均的に伸びていくと、ね、167.3 から167.9 って評価になってきます。仮なんですけども160センチに到達するということがですね、ここからこういう風なグラフを形成するでしょうってところですね、近似的に言えるわけになります。例えばじゃあこれが成り立つ場合はですよ、どういったようなグラフかというふうに考えてみると、ここの場所だと比較的平均的に伸びているって評価になるので、これからは急速に下がるようなグラフの印象は正直言うとあんまり受けないです。あとはどのタイミングでこの受診されたかにもよるんだけども、新規症状がポーンとこう跳ね上がって落ちるっていうね、新規がすごく早く出たこの症状のポイントで、そういったようなカーブにはあまり見えないですね。あと骨の年齢も半年ほど若いってことから考えると、むしろ骨の年齢からこっち側に行くような可能性もねあるんじゃないってことがね言えるわけですから、160に到達しないかもっていうのはちょっとこのデータから私としてはあんまりピンとこないっていうのがポイントだと思います。いろいろちょっとデリケートな内容も多いので、まあそれぐらいの回答に今回はさせていただきたいと思います。はい、次ですね、最後ですね、ハンドボールマジンさんということで、15歳0ヶ月163センチのお子さんですね。12歳0ヶ月からのデータをいただいておりまして、お父様173から154ということで、陰毛13歳2ヶ月、脇毛13歳2ヶ月、170センチ目指してますってことですね。で、この方のデータちょっと見ていきたいと思います。ってことで、これで見てみると、167.3 から167.9。まあ、これ一つの基準値ですよってところに対して、過去のデータ見てみると、ぐーっと来てると。この14歳以降ですね、まあ、こういった時期に右側に行くっていうのは、かなり晩熟を想起させますよね。それに対して、陰毛が13歳2ヶ月ってことで、まあ、ちょっと遅いといいなみたいな感じかな。お父様とお母様の身長が173たす154たす13万人と、遺伝身長からするとここら辺ってところなんで、こうやって見てみると全然こっち側に向かってるっていうふうにね、考えてもいいと私は思いますよ。ですね、こういった面で見てみると 168.5 はほぼ確定。あとは実際に骨のレントゲンを取って1年分若いのかとか、そういったところ確認していくといいと思いますね。1年分晩熟だとして考えるとこういったところになります。おそらくレントゲン取って1年分ぐらい晩熟で、LP もですね、200ちょっとぐらいで落ちないでいくと、まあ、170がね、目指せるっていうようなところだと思います。ここからね、頑張っていただきたいと思います。ということで、ね、最終身長予測していきました。皆さんね、最終身長ね、予測希望されている方は、情熱を持ってコメントの方、記載お願いします。それではまた、身長ビヨーン、バイバイ。